たんですけど、今日たまたダウン出しています。今日は整体に行くんですけど、その前ちょっと温かいもの飲んでから行きたいと思います。産地科のね、モロゾフに行きたいんですけどもね、この日産地科が休業してたので、地上に上がってセンター街の方に行きたいと思います。モロゾフのカフェに行ってみたいと思います。こちらね、2019年に全面改装したようでね、リニューアルオープンしてます。クリアムとメロンと紅茶がいけます。はい、こちらね、お値段が結構どれもお手頃で、ワッフルとかランチセットもありましたね。サンドイッチみたいな。あとね、パフェを食べてる方も多かったですね。このね、定番のプリンはカップに入った感じのねやつで、よく売られてると思うんですよ、デパ地下とかでね。入り口入ったところにね、店舗もあるので、いろんなね商品も買って帰れます。今ね、左下に出てるのが、この間ねこちらで買ったわけじゃないですけど、西北のねモロゾフのところで買って帰った、このいちごのねプリンかな、ミルクプリンみたいなの美味しかったのでおすすめです。久しぶりにねこのカスタードプリン食べましたけど、やっぱり美味しいですね。舌触りがねすごく滑らかなんですよ。でカラメルもいい感じに、ほろ苦甘いみたいな感じでね、すごくね美味しいです。私ねミルクティーとかコーヒーを頼んだ時にコーヒーフレッシュを出されるのがすごく嫌で、あれってミルクじゃなくて植物油脂っていうね油なんですよ。なのでね、こうやって普通の本当のねミルクとかをねこう入れてくれるカフェはすごく好きですね。私のね持論なんですけども、ねフレッシュを出さないカフェは大体美味しいですよね、食べ物も。薬草としてはね老舗なのでね、やっぱりご年配の方とかも多かったですね。私ね、このチョコのジェラートすっごい好きです。濃厚でね、すごく美味しかったです。今月2月ね19日にニューオープンした頭痛専門サロンLACLEARさんです。医療認証特許を取得している YD テクニックというものを用いて施術していきます。体の軸の歪みと自己免疫を改善させるものになってます。で、体の軸の歪みと自己免疫を改善させるってどういうことなのっていうことなんですけども、こちら見ていただくとちょっとねこの頭蓋骨支えてる一番長いこの、あれが第一頸椎と言われてまして、背骨の一番上の骨になってます。1番目と2番目ですね、ここがすごく重要になってくるんですね。第一頸椎と第二頸椎の歪みとかずれ、あとは癒着ですね。そこ2つだけ椎間板がなくてクッションがないので、どうしてもこう癒着してしまってくっついてしまってたりとか、あとずれですね、すごく大きくずれてしまったりということがとても多いです。で、そちらのずれや歪みをなくすことによって、中に大きい神経を取ってるんですね、脳幹という神経を取ってるんですけども、その神経を圧迫してるのを取ってあげて、脳幹の働きを正常化させるっていうのが目的です。でそれをすると何になるのかっていうと、脳幹の働きが正常化させるので、こういうのですね、呼吸器、消化器、自律神経の中枢を司るところでそういったことが改善されていきます。で人間本来ですね、自分で治癒できる能力を持ってるんですけども、そちらの脳幹圧迫されている状態ですと自分の痛み自分で取れないような体になってしまってます。なので頭痛もねそうなんですよ。でこの歪みを取ってあげることによって、横にですね、骨の横に脳につながる大きい血管があるんですけども、そこの圧迫もされてしまっているので、脳に血液がうまく回らなくて、循環できなくって、頭が熱を取れない状態になってて頭痛が起きるっていうふうになってます。うまく血流をコントロールできないっていうことが頭痛の原因になってるんですね。でよくMRI 取ったりとかそういうことされてもやはり原因がねわからない、特に異常なしって言われる方ね多いと思うんですけども、そういったことが原因ですよ。歪みを取ってあげて脳幹の働きと血管の働きスムーズにしてあげることによって、頭痛とか肩こり、腰痛、めまい、しびれ、ゆがみ、スパン症など改善していきますよと。面白いですよね。あんまり聞いたことがないと思うので、でなぜ今までそういった整体とか回路、針治療とかそういったことが改善できなかったのかというと、あそこの骨ですね、頭蓋骨の中に隠れてて、あ、そうなんですか、触れないところにあるんですね。指で私も触りにくい、触れないところですね。回路の先生とかでも大体200人から300人に1人か2人ぐらいしか本当にちゃんと 100% の施術ができるっていう方なかなかいらっしゃらないです。例えば骨をバキバキバキするものでも正確に骨の歪みを整えれるっていう方がとても少ないですね、やっぱり。でとっても難しい施術だと言われてるんですね、その第一頸椎施術自体が。でもこのマリニーテクニックではそういった第一頸椎にアプローチするっていうところですね。こういった機械を使って、そうですね、第一頸椎にグッとアプローチしていきます。でここだけでもなくて3点ですね、第一頸椎とこちらとあとはここですね、そうですね、一番下ですね、一番重要な部分座骨ですね、お尻のフリフリになってるこれですね、この3点をこちらの機械でグッと押していきます。でその後背骨をずっと横から両側からですね、これでヒットしていく感じになります。ちょっとね新しい感覚だと思いますけど、うつというか打たれる日々で、もともとの痛みの根源の部位ですね、第一頸椎と痛みを感じる部位両方にアプローチすることによって早期に痛み解消して、症状再発しないように体質自体を改善しましょうということです。で体質ってどういうことってなるんですけども、ここにアプローチするっていうことは脳幹の働きも圧迫が取れるので、一旦何て言ったらいいかな、中に神経が通ってこう骨があって、中に神経が通って本当はこういう状態で通ってないといけないんですけど、これがずれたり圧迫されるってことはうまく機能しないですね。やっぱ血管でもこうグッと締められると血が通りにくくなるっていうのと同じで、これをどけてあげるっていうことはここが正常に機能する。でこれがもう元々の目的ですね。この脳幹自体を正常に機能するっていうのが目的です。で、脳幹の機能をしっかり改善してもらえれば睡眠中に自分で治癒できるようになってくるんですね。そうなんですか。そうなんですよ。なので1週間痛みがあるものが5日になり、4日になり、3日になり、もう翌朝起きたら治ってるっていう状態まで持っていけます。で、背骨ってどうやって連れていくのかなっていうところなんですけども、日々の長時間デスクワーク、荷物を同じ片方の手でずっと持つ、やりやすいですね。足を組むとか、あとはそうですね、体をひねるスポーツ、ゴルフとか野球とかそういったことでもずれてしまいます。例えばこけてね、打撲ポッと打ったりとかそういったことでもずれてしまいます。そんな痛みはございません。で施術回数なんですけども、本日1回目だけでも十分効果を感じていただけるかと思いますね。頭痛いのもねちょっとね慣れない方とね、こうしてね、全て今パーフェクトな感じですね。ほとんどこれがね一つでもなくなってね、体楽に動かしていただければと思いますので、で8回から15回ほどでほとんどの痛み、不快な症状なくなってきます。なんでかと言いますと、一番上一番下をグッと固定することによって真ん中の骨ですね、ゆらゆら自分で直せるようになっています。で上と下が歪んでるからどうしても真ん中もこうね歪んでしまうということですね。一番下がグーッと固定されることによって真ん中勝手に自分で脳幹働くので、寝てる間にグーグーグーと矯正していきます。骨も勝手に動いていくんですけど、癖でね動いてしまうのと同じでね、下と上さえ固定してしまえばね自分で調整ができていくと思います。でも睡眠中にしていってくれるので、たくさん寝るっていうことがやっぱり重要ですね。でこちらですね、天気痛の佐藤准教授も推薦しています。脳研究をされてる先生も ID テクニックで治るんですよ。よくなりますよと、こういったことは素晴らしいですとおっしゃってます。でもここすごいね、自分ですね、昨日私もインスタで柴咲コウさんが天気痛っておっしゃってて、これはこれはと思いましたね。あ、やっぱりいるんやなって思って、そういう方がね一人でもこうね改善されてね、頭痛悩まなくなったらいいなと思いますよね。でこちらですね、施術後なんですけども、後天反応ですね、どうしても歪んでるところで出るところだったりとかっていうところにアプローチしていくので、どうしても脱力がだるいなとか、ちょっとなんかいつもと違うなとか、頭痛持ちだったらもしかしたら頭痛出るかもしれないんですけど、たくさん寝てください。でたくさん寝て1日2日したらだいぶんすっきり軽くなると思います。ちょっとねだいぶん頭痛持ちの方1回ポンって出てしまうっていうことよく聞くので、ちょっとしんどくなるかもしれないんですけども、その辺ねご安心して、あこれかっていう感じでお休みいただければと思います。で崩した当日ですね、本日なんですけども、結構すごく良くなるので、お酒の方を控えていただくということと、軽めの入浴ですね、中風呂しないでね、ゆっくりさっと入ってもらってゆっくり寝てください。で、十分な睡眠していただくことによって睡眠時に体治癒するので、たくさん本日は寝てください。料金なんですけれども、初回1回で8000円になってます。で、お得な回数券も発行してます。で、こちらですね、回数券契約日から10回の月1年間ですね。で、ご家族と友人ともシェアしていただけます。多分ね、聞いてください。はい、ありがとうございます。背骨を両側から取っていきます。ちょっと重い感じにします。私ね、天気痛があるんですよね。気圧、台風が近づいてきたりとかしたりとか、地震が起こる時とかね、そうですね、よく頭痛がするんですけども、それもよくなるってことなのでね、楽しみです。不思議な感じですね。骨に直接響く感じでなんかおっしゃる方いますね。でも痛いとこっていうのが歪んでたりとかするところで、結構歪んでると知覚過敏みたいな感じになって、こう触るだけでも痛いっていう状態になります。結構すごく背骨歪んでる方とかされると痛がりますよ。痛いって言って結構この強さ耐えられない方多いんで、女性だと特に。でもまだそんな弱いな。痛み強いですか？骨盤が痛くて、骨盤が痛かった。今のとこ痛かった。歪みがそこに出てる可能性があります。今度はね、工事現場みたいな音がしてて、ちょっと面白いですね。左手を今度上げてもらって、枕高い。右の足で上がります。結構ね、骨に響く感じでね、痛いんですけど、効いてる感じがします。右のね、第一頸椎が出てて、それ引っ込めてもらったらね、結構ね、頭痛が治りました。あ、そうなんですね。すごいですね。やっぱきつやからですかね。鉄の落ちこぼれたりですかね。どうにかしてやってますね。こうやって非常に腫れた感じ。ね、私も本当に緒にナマズだった。家族みんなでナマズだった。ああ、そうなんですね。本当地震が来るとみんな死んでるみたいな。地震来る前みんな死んでるみたいな。手首引きますよ。施術がね終わった後は仮眠室があって、そこで少し仮眠をしてからね帰ります。じゃあね、施術していただきましたが、ね、地震があったじゃないですか最近。それで私地震とかあった台風の時とかすっごい頭痛がするんですよ。そういうのにもね効くっておっしゃってて、今すごいなんか目とかも軽いし、目が軽いっていうか、なんだろう、すごくね視界が明るくなったので、すごくおすすめです。普通で悩んでる方も行ってみられたらと思います。ちょっと寒いので帰りたいと思います。